有限会社大阪ユニオムの北村雄一と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何か大阪市の商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は10月の30日の日曜日ということでですね、大阪堺の天気は雨のち晴れということで、最高、気温は、20なんですかね、降水確率が 50% になってますね。ちょっともう今日は朝から選挙でね、なんか学校周りすごいたくさんの人おられましたですけども、ね、いよいよ選挙戦終盤ということでね、いろいろ慌ただしくなってこられてますけども、ちょっと今日の天気はね、ちょっと雨模様ですが、ちょっと後半晴れていくみたいなんでね、期待したいと思います。本日もですね、当店中学校制服の販売、購入いただいた、制服の修繕、あと小学校関連の商品の販売、会社制服の販売しておりますので、よろしくお願いいたします。営業時間は10時から7時までとなっております。あと手洗いうがい、感染症対策ですね、こちらの気をつけながら、皆様のご来店をお待ちしております。もう10月もね、今日で最後なんでね、もうあっという間ですけども、まあ、明日は11月に向かって皆さん、いろいろ衣替えとかね、準備があると思いますけども、頑張っていただけたらなと思います。今日の天気なんですけどもですね、ちょっとこんな感じで雨降って曇ってますけど、昼から晴れみたいなんでね、期待したいと思います。皆さん、いい日曜日をお過ごしください。